どうも、中生大学生です。今日は代表戦見に来ました。見てください、これえぐいっす。ダブル、ダブル、60。えぐいっす。初の代表戦なんですけど、楽しんで見ていきたいと思います。あのよ、誰？はい、この動画はまた、試合見に行った日の後日に撮ってるんですけど、感想で言うと本当にめっちゃ面白かったっす。やっぱね、普段、テレビで見てる分、生で見るのと全然違うっすね。しかも、初めて代表戦行ったんで、なおさらっすね。で、僕、ちょっと一つ思ったこと、三笘とか、堂安とか、めっちゃ、ずっと、ほぼほぼ、外に張ってたんですよ。で、そっから、もう、仕掛ける
のがもう本当に何するんかなっていう、もうワクワク感がもうすごくて、まあ、それはもうサイドバックの人がまあ打ち取って、あの中でやってくれてるのがあってのことなんですけど、それでもちょっともあの2人がボール持った時、特に三笘がボール持った時のあのワクワク感が本当にすごかったですね。もう持ったら全部押しかけてほしいなっていうぐらいのワクワク感だったですね。僕もちょっとそのぐらいのワクワク感を持ってまえるような選手になるというか、観客を魅了できるようなプレーをこれからね意識してやっていきたいなって思います。今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。インスタグラム、TikTok の方もやってるので、ぜひフォローといいねよろしくお願いします。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。